サンタのところ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 。アウトサイダーズキッチンサンタのところ伊藤サンタです。今、もう夏至、今日夏至なんですけど、ニンニクの芽がいっぱい取れてるんで、我が家の課題はニンニクの芽をいかにして消費するかというところが、晩ご飯の課題です。今日はニンニクの芽を使って麻婆豆腐を作ろうと思います。それでは素材を、今日使う素材を説明します。まあそのもちろんニンニクの芽ですよね。それから麻婆豆腐っていうぐらいだから豆腐、これはね福原豆腐店って余市にある豆腐屋さん、いまだに手作りで作っている豆腐屋さん、いつも僕おからをもらいに行ってるんですけど、はい、の福原豆腐店の豆腐で、余市にね豚飼ってる農場があって、北島農場っていう農場の豚のひき肉、これ冷凍してたのちょっと解凍してます。これが具材だよね。あとはみりんにごま油に醤油に味噌に、それから胡椒に塩か、塩、それで隠し味はね、ジャストミートあたるちゃんに教えてもらったウェイパーを使おうと思っています。ウェイパー、まずはニンニクの芽切りますか。よし、これはあとはね、うち人間っぽいじゃん。手元映ってる、手元で大丈夫、大丈夫、はい。次男も三男もニンニクの芽があまり好きじゃないので、なるべく細かくして排除できないようにしてやろうと企んでおります。開拓田舎暮らし伊藤サンタです。サンタのところでは、目と手と声をかけて、丁寧に育てたブルーベリー、ブラックベリー、ハスカップなどの消化樹を無農薬無肥料で育てています。その果実を使って道産の天才糖だけを加え、ジャムを作っています。ホームページで販売してますので、よかったら注文してご賞味いただけたらと思っています。ニンニクの芽、うわやべえ言葉出てこない、ニンニクの芽、それから豚肉、豚ひき肉、それから福原豆腐店の豆腐が大体できてきましたよ。豆腐
切りますか。よいしょ。よく置いて。じゃじゃん。これ全部使ったら多すぎるかな。まず半分に切ってみるか。いいんじゃない。いいかな。一回食べよう。使い切るか。多いなと思ったら冷ややこで、ちょっと待てよ。肉の量と同じぐらいにしとこう。後から足せるから。なるほど。うん。ひとまずこのぐらい。これ僕が高校生かな大学生かなの時に買った中華鍋、あの時が18だとしたらもう付き合いが25年くらい付き合ってる。すごいね。いいですよね、こう長く付き合える道具って。でいろいろね、これこっち使えって話がたくさん、あのプロパンガスもうそろそろあの入れる予定です。まあ今日はこれで。まずはごま油で、にんにくの芽これ半分くらい使おうかな。半分使って半分冷凍かな。半分。お、いい音じゃん、これ。半分。中華は強火だよね。まあ、これ強火って大した強火じゃないんだけど。で、緑物ってここ、塩をちょっと入れとくんだよね。色がね、ドンパドンパ指にしとそうそうそう。イベラが欲しくなってるよね。そしたら肉が入ります。北島農場の豚肉、調味料作っておくべきだった。ちょっと胡椒入れますか。
そうかな。はい、こっちの電気もつけてもらうね。忘れてた、ここの上の電気。あ、待って、どうだ、その下で、うん、ありがとう。さあ、肉に火が通ってまいりました。ちょっと、また、うん、じゃあ、合わせ調味料を作りますよ。大さじ1ずつ入れてみるかな。こう、きちんと調べなかったね。おい、できた。よいしょ、合わせ調味料。うん、に隠し味はウェイパー。もうちょいだな、これ。大さじ2ずついくか。で、あ、味噌。はい、そしたらまたこっちへ。そしたら豆腐と入れて、合わせ調味料も合わせ調味料入れるかな。薄いとことかじゃないの。ああ、よしね。よし、よーい、うん、さあ、ニンニクの芽たっぷりの麻婆豆腐できました。味見したいと思います。うん、味噌の味が効いてる。ニンニクの芽の存在感がすごい。食えるから。うちの次男と三男はニンニクの芽が嫌いだから、もしかしたら食べれないかも。ちょっと長男に味見してもらおう。やっぱおっかと作るのと味が違うな。うん、どうでしょう。うん、うん、味噌が効いてるよね。おっかのより、うん、ひき肉の存在感があるね。そうか、ひき肉が固まってる気がする。うん、もう全部切る？いいよ。なんか改善するポイントとか、もっとこんな味があったらいいとか、もっと辛く。もっと辛いの好きだからね。それはまあ自分の好みで入れてもらうとして、やっぱりこのもうちょっととろみをつけるとか。そうだね、片栗粉だね。用意するの忘れてたな。あとひき肉の細かさ、とろみをつけるんだったらやっぱ、ニンニクの芽たっぷりの
麻婆豆腐作ってみました。うん、この動画を見てね、こうなんせまだまだ修行中の身なんで、伸びしろ大きいです。あのコメントでアドバイスいただけたら嬉しいです。もっとあしたらいいよ、こうしたらいいよ、あのよろしくお願いします。おいしいもの作れるようになりたいなってね、非常に強く感じてますので、皆様の、コメントでまた成長していきたいなと思いますので、よろしくお願いします。